皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年9月24日火曜日の夜に収録しております。昨日9月23日、とうとうドラマ海の始まり終わってしまいました。最終回、最終話は本当に素晴らしい描き方やったと思いますし、最終話が素晴らしかったですし、また前話を振り返らせていただいても、7月から始まりました今期の月9ドラマ海の始まり、本当に素晴らしいドラマやったと私は感じております。で、まあ、昨夜本当に素晴らしいエンディングに、まあ、涙させていただきながら、まあ、感動したんですけども、と同時に、まあ、昨夜なんかこう心の中に湧き上がってきた思いというのは、まあ、今までにないぐらい、こんなにこのドラマと向き合わさせていただきまして、そしてまたドラマをなんかこう楽しむ、なんかその域を超えて、このドラマの中で生きておられる夏くんや海ちゃんと一緒に7月8月9月9月と3ヶ月弱、なんか本当に一緒に生きてきた、この暑い夏をなんか一緒に過ごしてきた、そんな気持ちさえ持ちながらこのドラマとまあ向き合ってきたので、最終話もみ終えた後の、その後こっから先がもうない、来週には夏くんにも海ちゃんにももう会えへんっていう現実、おそらく一夜明けたら、ちょっと今まで経験したことがないドラマを見終えた後でのこのやっぱりロスって言うんですか、こうなんかこうぽっかり空いた感じを覚えるやろうなぁと、まあ、昨夜も思ったんですけども、昨夜動画を収録したのも結構遅くなりまして、それを動画をちょっとアップするのにも手間取ったりして、まあ、なんやかんやしてて、昨夜寝たのがもう午前3時ぐらいになってたので、まあ、あまりも深く考える前もなく、まあ、その動画をアップさせていただく準備をさせていただいて、もうバタン9やったんですけども、まあ、今朝目覚めて午前中に1回、そしてまた先ほどまで、まあ、9時から10時過ぎまでライブ配信ほっこりカフェをさせていただきまして、まあ、そのライブ配信の中でも、まあ、海の始まりのなんか最終話の感動、そしてまたこのちょっとロスの気持ちみたいなところを、まあ、皆さんとお話しさせていただいたんですけども、でその後もう一回このライブ配信が終わった後、昨夜の最終話を見返させていただきまして、またこの動画を撮ってるんですけども、朝見返した時もやっぱり泣けましたし、先ほどまた見返した時ももう一泣きさせていただいて、またこの動画を撮らせていただきます。まあ本当にこの夏くんとまあ海ちゃんはもう前に向かって歩み出してるんですけども、角くんの切なさや、またこう弥生さんのなんかこれからの幸せを願う気持ち、そしてまたこの最終話の後半のところで描かれてた水木さんと茜さんの縁側での、まあ海ちゃんがもうちょっと昼寝してるようなところで、あの母と娘のもう本当にとてつもなく切ないあの会話劇には、もう何回見てもあそこはまあ泣かせていただくんですけども、今日は一夜明けた、もうこの今日はもうロスになった、寂しいです悲しいですばかり言うてても仕方がないので、この一夜明けました、この今日今夜24日の夜は、その今回その最終話を見られて、おそらくたくさんの方はその目黒蓮さんの月岡夏を演じておられるその表情が、その11話までとまたこの心境の変化があって、決意とともにもうたくさんの方の力を借りようという、そこのちょっとこの自分がっていうより、この方の力が降りた感じから全く違うなんか表情に見えて、最終話のなんか夏くんが本当に先週までと違うような表情ともすると、なんか月岡夏くんからもう目黒蓮さん、めめの笑顔やんっていう、なんか思えるような、なんかそんな表情が、その最終12話の中では何箇所でも見られた、なんかそんな風に感じたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと脱線しますと、その私の幸せな結婚で、最後のそのエンディングシーンのところで、この迎えに来てくれてた、美穂さんと一緒に、まあ、車で玄関先まで帰って、あそこで、その私たちは見てたら、京香の方からプロポーズ
せようと思ってたんですけども、美穂さんの方からその、清香さんからもらったかんざしが折れてしまったというところで、あ、また買えばいいから、いや、このかんざしに込めた思いがあるとかっていうところで、あの着物屋さんは、まあ、かんざしっていうのはその男性から女性にプレゼントするときはプロポーズの意味合いがあるっていうようなことを、まあ、着物屋さんから聞かされてたから、あれが折れたっていう、まあ、そこまでその美穂さんな言葉を聞いて、まあ、いよいよ清香が、まあ、遅まきながら決意をして、まあ、苦労をかけると思うけど一緒になってくれるかっていうことで、まあ、プロポーズして後悔しませんかっていうような形で、まあ、ものすごく素敵なシーンなんですけど、あそこでその浮かべた清香の笑顔が、私たちはあの映画館の大きなスクリーンで見ながら、これが清香が笑ってるのかメメが笑ってるのか、なんかもう本当に素敵な笑顔があまりにも素敵すぎて、なんかこうもうメメが笑ってる、なんかそんな風に私もなんか撮らせていただいたんですけども、今回1話からずーっと見させていただいて、なんか苦悩の表情を浮かべたり、時として8話のあたりではもう怒りをなんか爆発させたりされるところもあったんですけども、全くここまでと違うなんかこう夏くんの表情を見ることができて、でこれはまあ最終話を迎えるということで、もういよいよ終わり、なんかここまでやり遂げられた、なんか気持ち的に楽になられて、なんかこういう素敵な表情になられたのかなと、なんか一瞬思ったんですけども、なわけもなく、しっかりと目黒蓮さんがそれまでの夏くんを表現と、そしてなんかこう肩の力を抜いて、みんなの力を借りて海ちゃんと共に生きていこうっていうところで、なんかこう歩み出されたあの感覚、そこからの気持ちを、これを完全に演技として演じ分けておられるっていうのを、昨日そのまあ目黒蓮さんが放送前に、インスタの方でアップされました長文のメッセージを読ませていただいて、改めてもう確信しました。あ、これはもう明らかに目黒蓮さんが俳優目黒蓮としてしっかりと演じ分けてて、そしてあの最後の12話のところでは、これはその月岡夏くんの表情表現をああいう形で表現されて、私たちが見てたらなんか本当にもういつも CM なんかで見るような目黒蓮さんメメのなんか素敵な笑顔みたいに感じたんですけども、これは間違いなく彼が意識的にその演じ分けてたということが、そのインスタのメッセージを読ませていただいて、私がちょっとこれ確信したので、このあたり、この後あのインスタの素晴らしい長文のメッセージ、このメッセージがもう今朝からも、ネットのニュースにも結構なってて、そのニュースの中では1800文字にわたるその目黒蓮のメッセージうんぬんという言葉があったりしたので、まあ1800文字だとすると、まあ原稿用紙にしてまあ400字、まあ原稿用紙5枚弱ぐらいのメッセージになるんですけども、改めて私何回もこのメッセージを読ませていただいてるんですが、まあいつも目黒蓮さんのまあメメのメッセージには、これ彼の体の中には、27歳の彼の体の中にはいくつの精神的な方が入ってるんやろう、もう30歳40歳50歳ぐらいのなんかもうしっかりとした老練ななんか人生経験を経たなんかこう人間が魂が入ってるんじゃないかなと思う時が時々あるんですけども、昨日のインスタのメッセージもまさに本当に27歳の青年がこのちょっとやっぱりまとめられるような文章じゃないので、改めてその目黒蓮さんっていう一人の青年のやっぱり精神性の高さを改めてまあ再確認しましたし、と同時にこの中でなんか直接演技論的なものは書いてないんですけども、これを読み上げさせていただくことで、明らかに意識的にその見ておられる方への問題提起も含む演技を
しっかりと意識してされてた月岡夏というものを演じておられた。で、また昨日のそのインスタのライブ、短いインスタのライブでは、メメは、その月岡夏という方は、もさっとしたという表現をしていられると思うんですけども、ちょっともさっとした人なので、なんかこう体重を撮影に入るまでに4キロ増やしたんやけども、また撮影中にまた戻ってしまったので、そしてまたこの筋肉量も落ちてしまったから、まあ、これからその筋トレをしたいですとおっしゃってたんですけど、あそこでその脚本を読まれ、そしてまたあの村瀬プロデューサーとも話し合われたと思うんですけど、メメの中では月岡夏くんっていう人、人物像をちょっとこのモサッとしたっていうあの表現がすごくなんかメメらしい表現やなと思うんですけど、だからこのそれをモサッとした人を演じるにあたっては、ちょっとこのシャープな顔つきであるとかシャープな感じより、ちょっと体重を増やした方がそのモサッと感が出ると思われたと思うんですけど、それでまあ体重を増やされたんやけども、まあやっぱりもう猛暑の中での撮影がっていうこともあって、まあ体重がまた戻ってしまい、そのまた8月中旬にはまあ体調も崩されるようなこともまああったと思うんですけど、だからこのあたりもなんかこう、あそこでのインスタでのあのまあメッセージや、今回のこのインスタでのまたこの長文のメッセージなんかからも、あ、このあたりしっかりと考えて演じ分けておられたからこそ、最終話であの素敵な笑顔も意識的に私たちに見せてくださったやというのがなんかすごくわかりましたので、まずはこの長文をちょっと読み上げさせていただきまして、この中でなんか私がすごく感じるところと、そこからこの文章からまたこの演技の方、最終話のところに立ち返りまして、それがこのあたりに出てたんじゃないかというところを、まあちょっとお話しさせていただきたいと思いますので、今日は一夜明けまして、最終話のところ、そしてまた目黒蓮さんのメッセージから読み取る、まあ、目黒蓮のなんかこう俳優論、役者論みたいなところをちょっと今日はなんか感じるままにお話しさせていただきたいと思います。それでは昨夜のまあ長文のインスタのメッセージなんですけども、海の始まり5月から始まった僕の夏が今日終わります。7月1日の海の日から約3ヶ月皆さん本当にありがとうございました。途中体調を崩してしまって、たくさんの方にご迷惑をかけてしまったこと、本当に申し訳ないです。だけど、それも含めて、海の始まりの一部だったなと思います。命の大切さ、健康であることの大切さを、より一層感じることができました。産方さんや村瀬さんの作る物語は、こんなことが起きるのか、こんな世界があるのかと、自分の知らなかった世界を知れるから、嫌いで好きです。普通はこうだ。こんなこと普通はない。こんなのありえない。そんな、いわゆる世間の普通ではない。想像ができない。だけど必ずどこかでは、そういう経験をしている人もいる。それが普通の人もいる。そういう非現実的でリアルな世界を見させてくれるから、厳しいけどなんか優しくて、だけどその普通ではないそういう物語の中にも、この感情経験したことある、こんな時こういうこと言っちゃうよね、こういうことやっちゃうよねって共感することも散りばめられていて、それぞれどこかで経験したことがあるような、今後するかもしれない、だけど人にはなかなか言えない、見せられないような思いや言葉があって、ちょっとチクッとしてしまう。全く関係ない他人の物語を見てるわけじゃない感覚になって、なぜか自分にも置き換えて感情移入してしまうような不思議な作品で、本当に憎たらしくて愛おしい物語です。演じた自分もそうですが、作品を通して自分はこうなりたい、こうなりたくない、こうなるためにこうしよう、こうならないためにこうしよう、少しでも皆さんの人生に何らかの良い影響を与えられるものとして、この海の始まりが残ればいいなと、そんな気持ちで演じました。なかなか知ることができないいろいろな人の選択や背景とか、
間違いではないボタンの掛け違いを見てもらうことで、それぞれの人生にじんわり残って、この作品に触れた方が生きていく中で教訓になったり参考になったり、自分だけじゃないんだと勇気づけられたりできるものになればいいなと思っています。誰にも言えない環境状況で妊娠して出産して子育てをしている方もきっといるし、知らずにいる父親も責任を果たさないでいる人もいて、いろいろな状況の中、いろいろな人が必ずいて、そんな人たちが誰かに頼れる、誰かと向き合える環境があってほしいなって心から思います。妊娠出産という尊くて難しいことを完璧に正しい選択がすぐできるのが当たり前じゃないだろうし、命の始まりと終わりの時に冷静でいられるのは簡単なことじゃない。決めたことでも状況によって大切な家族のために変化することも、新しい選択肢を与えることも悪いことじゃないし、黙ってた隠してたのが悪い、勝手に産んだから仕方ないと責められたり追い詰められたり、知らなかったから仕方ない、知らなかったから責任はないとか、逃げられたり許される、そんな世界がリアルであってほしくないです。作中でも伝えていますが、自分を犠牲にしてまでも誰かを優先するのではなく、自分を大切にしてほしいです。自分を大切にして周りの大切な人たちのことを大切にしたいって心から思います。作中の中の人物に対して悲しくなってくれたり、腹を立ててくれたり、応援してくれたり、文句を言ってくれたり、そういう見方をしてもらえたことが本当に本当に嬉しくて、そういう感想を見るたびに、ああやってよかったって本気で思いました。信じられないかもしれないけど、本当にそれが自分の演じる意味です。かっこいい姿はスノーマンで見せます。どこか頼りない夏にイライラしてしまった方は、ぜひスノーマンの YouTube ご覧ください。スノーマンかっこいいです。信頼のおけるスタッフの皆さん、共演者の皆さん、本当にありがとうございました。関わったすべての皆さんの今後の人生が自分で選んで、時には甘えられる人がそばにいて幸せでありますように。今日は最終話。皆さん、思いっきり感想をください。それがやりきった僕のご褒美になります。21時から海の始まり、よろしくお願いします。海ちゃんの反抗期、怖いけど楽しみ。絶対負ける。月をかけ、最高。あの家、あの三人、ほっとする。角さん、怖いけどずっといてくれてよかった。弥生さん、甘えてばっかりでごめんね。ありがとう。実夫、イスケってごめんなさい。爆発できた。ありがとう。新田さん、いつも写真のチェックありがとうございます。夏美先生、お世話になりました。南雲家、本当に大好きです。これからもよろしくお願いします。水木、そばにいなくてごめんね。可愛い娘を産んでくれて、育ててくれて、ありがとう。という言葉で結ばれてます。おそらくこれは、インスタの方でまだ消されずに、残ってると思いますので、インスタが見れる方は、これはもうぜひ何度も、
見ていただきたいなと思いますし、改めて、まあ、今日もこの収録前にも読み上げさせていただいたりしてたんですけども、ぜひまたメメのインスタを見ていただいて、この長文のメッセージを、まあ、皆さんもちょっと声を出して読み上げていただきますと、目黒蓮さんメメのなんかこの文を書かれた思いみたいなものがなんか自然と入ってきて、全部分かってやっておられたんやなっていうのが、全部分かって、そしてまた批判も含めて、あらゆることが自分のところに来ることも全部承知の上で、両手を広げて、目黒蓮さん、月岡夏、その胸で、すべてこの3ヶ月、受け止めておられたんやなっていうのが、なんか言葉以上になんか私伝わってきた気がいたしますので、どうか皆さん、目黒蓮さんのメメのインスタでのメッセージをちょっと声を出して一度読み上げていただけて、また皆さんの感じられるところをまたコメントで教えていただきたいなと思っております。で、改めて、まあ、今回、その本当に生方美久さんのこの神社への、まあ、インタビュー記事の中でも、まあ、サイレントは、その、やっぱり耳が聞こえなくなるっていう、設定は、村瀬プロデューサーからの、まあ、一つのお題としていただかれたっていうことなので、今回完全に生方さん発信で、このゼロからオリジナルをステーリーを、まあ、作られたものが、まあ、この海の始まりやっていうことも、なんかインタビューで答えておられたと思うんですけど、その、まあ、生方さんの思いに発した、この、まあ、海の始まりの全てのストーリー、そしてそれを、まあ、またプラセプロデューサーがしっかり受け止められて、おそらく生方さんと村瀬プロデューサーの間でずっと練られて、またストーリーが出来上がっていったと思うんですけど、生方さん、村瀬プロデューサー、そしてまあ誰、この演者の中では当然主演を演じられます目黒蓮さん、この生方さん、村瀬さん、目黒さん、この3人の思いが1ミリのブレもなく、もう本当に一気通貫のごとく、この三人が本当に同じ思いで、この、まあ、ドラマに、まあ、向かい、そしてまたドラマを、なんか制作されてたからこそ、ここまで私たちの心に響く、なんかこう、琴線に響く、こんなすごいドラマが出たんやなと思います。その脚本される方、脚本を書かれる方、そしてまた、プロデューサーさんの中で、いやいや、ちょっと、それは、まあ、ちょっと今この時期に、この、なんか表現は難しいんじゃない。まあ、そんなことが、やっぱりあったりしてもブレてくるやろし、また、この目黒蓮さんの置かれてる立場っていうものも、まあ、皆さんご存知のように、まあ、昨年、まあ、旧事務所の、まあ、創業者の問題があって、まあ、一昨年のサイレントが撮影中に、その2年後の月9ドラマを、目黒蓮さんでやりたいんやけどっていう、まあ、室瀬プロデューサーからのお話を、まあ、今はサイレントに集中したいから、これが終わってから、ちょっとお答えさせてくださいっていうような、まあ、メメの返答もあったということなんですけども、まあ、サイレント撮影の、まあ、時、まあ、終盤からこれが決まってたと思うんですけども、その中で昨年の事務所の騒動があって、もしかしたらその次の年にその目黒蓮さん主演のドラマっていうのは、まあ、昨年の問題のやっぱり真っ只中にあった時は、もしかしたらその無理かもしれないなっていう状況だったとおそらく思います。まあ、そんな中で、まあ、この旧事務所の方も、もうこのそこから切り離して、スタートエンターテインメントっていうものが、まあ、立ち上げることができて、なんとかこういう形で、まあ、今年あたりから、旧事務所に所属されてた、まあ、そのタレントさんや、その、まあ、グループなんかにも、またテレビに出るような形に出て、まあ、ドラマに出られるような形になって、今年の、まあ、月9ドラマ、7月期の月9ドラマに堂々と目黒蓮さんがその主演を張ることができるようになったと思うので、一昨年と今年の間に昨年のあの事務所の問題があるから、あ、そういった意味ではその村瀬さんを中心とする制作陣なんかも、まあ、昨年は本当にどんな思いで
あの数ヶ月を超えてこられたんやろうなと思いますし、またその目黒蓮さんが今所属しておられるスタートエンターテインメントも、本当にあのタレントさんのなんか意思なんかをすごく、まあ、尊重されるような今事務所の体制やと思うので、これが旧事務所のままやったりすると、まあ一番やっぱり今人気がある、まあ、目黒蓮さん、目黒蓮にちょっとこの役割、この役柄と同時にこの役柄の中でのこの発言っていうものはちょっと変えてもらえませんかみたいな形で、旧事務所所属のままやったら、おそらくそこからのやっぱりなんかそういうなんかこう、まあ依頼っていうか、そういうものが間違いなくあったんやろなと思いますし、またあの昨日、村瀬さんがあれは日経かな、なんかこうインタビュー YouTube チャンネルでこうインタビューに答えてられるのも見させていただきましたら、あの中でまあ大いに波紋を呼んだその海ちゃんがその水木さんの居合を入れたまあペンダントをまあ夏くんがプレゼントされたあれをまあ公園で遊んでる時に、逆上がりできるんだよ弥生ちゃんっていうところで、そのまあ弥生さんはこれがその鉄棒に引っかかったら危ないからっていうところでちょっと外そうとされた時に、夏くんがもうすかさずやめてと言うた、あのシーン皆さん覚えておられると思います。私たちも見させていただいてても、私もいや何もなんでもやめてはひどいやろと、あの怪我するからと思って、ちぎれちゃうからと思って言われたら、あちょっと待ってって言って、それはこうこうこうでって言ったらいいと思うんですけど、あえてあそこでやめてと言うた。で、あれは村瀬さんは、もう明らかにこれをこのままの、なんかセリフでいくと、もう一回波紋を読んで、もういろんなことを言われるのは分かってたのを承知の上で、やめてを言ってもらったとおっしゃってたりしたので、まあ、このあたり、まあ、村瀬さんも、まあ、お人が悪いというか、もう本当に私たちの気持ちが、こう、ちょっとざわっとするのを分かった上で、ああいう、まあ、セリフ表現をされてたと思いますし、先ほどの話に立ち返らせていただきますと、旧事務所所属のままやったら、ああいうことを言うと、私たちもなんかこう、役と演じておられる方となんかこう重ねてしまって、あくまでそれは役柄やのに、ものすごい悪い役を、悪役をされた後は、その方が本当にプライベートでもなんかちょっと辛い思いをされるようなことは、まあ時々聞くことがあるんですけど、私たちもなんかこうイメージ的になんかこう悪い役をされたりすると、そのなんか役者さんもなんかこうイメージ的に悪く思ってしまうような、悪役的に思ってしまうような、なんかバカバカしいところがあると思うんですけど、あのあたりのセリフも、その夏くんのあのなんかちょっとある種無神経な弥生さんに対してやめてっていう、あのあたりもその目黒蓮さんのイメージを守ろうとする側の立場からしたら、ちょっとこの表現はちょっとセリフ変えてもらえませんかと、そういうことを口出しされるような、やっぱりこの事務所サイドに所属されているタレントさんやったらありますし、また村瀬さんはその中で実際にそういうふうに、そのうちのタレントに、ここをちょっとその表現は変えてもらえませんかというようなことが言われるような、なんかトップスターの方も実際におられるんですとおっしゃってたから、これ決してなんかこう想像で言ってるわけではなくて、本当にそういうことはあるやろし、あってもおかしくないと思います。事務所事務所にとって、そのやっぱり特に今スーパースター、人気がある、あのトップスターなんかは、もう本当に大切にしておられるから、その役柄を演じる上でも、その役とそれで本人とのやっぱりイメージみたいなものをすごくやっぱり気にされるところもあるんやけども、そこを村さんは、目黒さんは全くそれがなくて、私たちが言うてほしいセリフ、これはちょっとなんか変えてもらえませんかみたいなことがあってもおかしくないんやけど、一つもなくて、私たちがこれを言うてほしい、もちろんそれを言うにあたってのこうこうこういうこの役柄の彼は今こんな感情やからこそこういうなんかこうセリフを言うにゃっていうことを、もちろんあの目黒蓮さんもメメも納得しての、まあそういうセリフやと思うんですけど、それを一回もそんなことを彼は言わなかったんですっていうあたりも、なんか単なるもちろんイエスマンではなくて、本当にやっぱりプロフェッショナル、その役者としてのなんかプロフェッショナルに
なんか徹しておられる方なんやなっていうのを改めて感じました。先ほどの、まあ、長文のインスタでのメッセージなんかでも本当に全部分かった上で当然のことながらやっておられるやな。産方さんや村さんの作る物語はこんなことが起きるのか、こんな世界があるのか、自分の知らなかった世界を知れるから嫌いで好きですっておっしゃってるので、それは嫌いやけど好きやっていう、またリアルな世界を見させてくれるから厳しいけどなんか優しい、また感情移入してしまうような不思議な作品で、本当に憎たらしくて愛おしい物語です。自分はこうなりたい、でもこうなりたくない。だから全部この振り幅を分かって演じきっておられたんやっていうのが、この昨日のインスタのメッセージを読ませていただいて私も確信できて、いやーすごいなと思いました。で、そのまあ作品の中の人物に対して悲しくなってくれたり、腹を立ててくれたり、応援してくれたり、文句を言ってくれたり、そんな見方をしてもらえたことが本当に嬉しくて、やっててよかったって本気で思いました。いろんな今回海の始まりは、もう結構ほっこりカフェチャンネルでは、あまりこの、水木さんを責めていったり、弥生さんを責めていったり、そういうことがなんかなかった。やっぱりまあ珍しいチャンネルや、ではないかなと、まあ思いますし、コメントでもそんなになんかこう、ほっこりカフェチャンネルの動画に対しては、もう水木が悪い、弥生が悪い、もう誰かが悪いっていうようななんかコメントは比較的少なかったと思うんですけども、そんなこともまあ含めて腹を立ててくれたり、文句を言ってくれたり、そういう感想を見るたびに、メメはどう思ってたか、やっててよかったって、本気で思いました。信じられないかもしれないけど、本当にそれが自分の演じる意味ですとおっしゃってて、またいつかのまたこのインタビューなんかでも、その目黒蓮にこれをやってもらってよかったって思ってほしいっていうことは、まあ自分になんかこう仕事を依頼してくださった方も、自分の見えないところで会議で目黒組んでいきたい、そんな思いでなんか通してくださってるのは間違いないし、だからこそそんな方が、ああ目黒君にやってもらってよかったと思ってもらえるような、なんか仕事をしたいっていうような、なんか言葉もいろんなところでそれは言うておられたと思うんですけども、このなんかね、文句を言われたり、腹を立ててくれたり、そんな感想を見るためにやっててよかったって本気で思ったし、それが自分が演じる意味ですとおっしゃってるあたりの言葉も、私ちょっと本当にしびれました。で、その後でまたすごく素敵に、かっこいい姿はスノーマンで見せますっていうことで、イライラしてしまった方はスノーマンの YouTube を見てくださいということで、そして最後はもめめらしく、まあ、スタッフの皆さん、共演者の皆さんに本当にありがとうございました、そしてまあ皆さんも幸せでありますようにという心からの思いを込められて、そして最後またすごく素敵ですよね、海ちゃんの反抗期怖いけど楽しみ、絶対負ける海ちゃんがこの後また成長されるとこも、これ私たち想像するしかないんでしょうか。なんかぜひ、なんかまあ海ちゃんが、中学校に上がられる頃にもまた、なんかまあもうちょっとそれまでにも見たいね、なんですけど、海の始まりシーズン2、シーズン3、なんかこうラナちゃんの成長に合わせて、ぜひなんかこれは見させていただきたいなと本気で思います。角さん、怖いけどずっといてくれてよかった、角さん怖いけど、最後なんか角くんが、まあママがずっと角くん好きだったよって言って言われて、角くんが好きだった、好きだよって言いましたね、過去形じゃなくて、あそこも切なくて、あそこも泣けるシーンでした。月夜がけ最高、あの家、あの3人ホッとする、本当にいい家族、弥生さん甘えてばっかりでごめんね、ありがとう、弥生さんが帰ろうとした時に、まあ、日曜出勤から帰ってくる夏と偶然会って、あそこの最後で夏が
楽しかったって言うた、あそこもなんか何回見ても私泣けます。やゆさん、どうか幸せになってほしいな。そんな思いで、あそこのなんか二人のとこは、なんか何回見ても泣けるし、そしてまた付き合い始めて、まあ終電が実はまだあったんやろけども、初めての夏くんのアパートにお泊まりされる夜を描かれるところがあったんですけど、あそこでやゆさんがちょっとうたた寝されて、なんか起きた時の、夏くんとやゆさんの感じは、私は月の満ち欠けの秋彦、昭君となんか瑠璃さんをなんか思い出してしまって、なんかものすごく素敵な、なんか本当に なんかシーンかなと思いました。あの回想シーンもなんか私にとっては本当になんか制作陣からのなんかプレゼントのように思えるような、あんな素敵なシーンでした。で、そして最後のあの道のところで、最後またまあ駅まで送ってくださいますけど、あそこの楽しかったっていうあの言葉は、なんか私何回見てもあそこもまた泣けてしまいます。実の父、伊助ってごめんなさい。爆発できた。ありがとう。もう一回なんか電話だけでも声が聞きたいなと思ったんですけど、やっぱりお父さん、元春さんはもう8話だけの出演でよかったと思います。あの8話がやっぱりものすごい回やったと思いますので、少し時間を置いて、まあ1話からもう一度振り返らせていただく動画も撮りたいなと思ってるんですけども、その際はまたあの8話についてもすごかった、田中哲司さんの元春さん登場回8話もまたちょっと振り返らせていただきたいと思います。新田さん、いつも写真のチェックありがとうございます。最後にはニッタさんへのプレゼントのように、ついに海ちゃんと一緒に現れた時のニッタさんのあの驚きの表情、最高でした、最高でした。夏美先生にもお世話になりました。そうですよね。なんかその、まあ、海ちゃんのことについても、なんかこう、夏くんが、なんか相談してくださいましたし、なんか夏くんに対して、すごく、なんか丁寧に、なんかこう、答えしてくださったので、そういった意味では、なんかここから先も、なんかこう、なんか海ちゃんの、なんか教育方針なんかにおいても、なんか相談に行ったら、なんか相談に乗ってくださるのではないかなと、思います。南雲家、本当に大好きです。これからもよろしくお願いします。その夏くんが、こう、南雲家に、翔平さんが出てこられて、何も、なんか今日どうしたの？っていうね、いや、近くまで遊びに来たんで、ちょっと寄りましたっていう、あのあたりができるようになった夏くんの、なんか、思いやりに対して、翔平さんが嬉しそうな笑顔を浮かべて、ありがとうっておっしゃられた、翔平さんの笑顔にも、なんかちょっと私も、ぐっと来てしまいました。そして、水木、そばにいなくてごめんね。可愛い虫の呼んでくれて、育ててくれてありがとう。まずは、美月さんと、あかねさんの冒頭にも言いましたけど、あの縁側のシーンは、もう本当に、また今回、もう名シーンと呼ばれるところが、もういっぱいいっぱいあると思うんですけど、まあ、海ちゃんが、ゴロンと縁側で寝ておられる時の、大竹しのぶさんと、古川琴音さんの、あそこは、本当にドラマ史上に残るような、名シーンだったと思います。意地悪言わないでね。意地悪言うわよっていう、なんか、いや、もうすごいなと思って、まあ、本当にもう素晴らしい女優さん2人の、なんかまたここまで、なんかいくつものシーンを、なんかこの共演してこられて、そして最後の最後のところで、あのシーンを撮られたのかなと思うと、もう本当に大竹しのぶさんと、まあ、古川琴音さんの、まあ本当にもう役者魂が溢れるような素晴らしいシーンだったと思いますし、おそらくもうあそこを見るたびに私はまだまだ泣かされることになるのではないかなと思います。水木、そばにいなくてごめんね。可愛い娘を産んでくれて、育ててくれてありがとう。あんまりまあこの辺ちょっとまた、なんか思いを深掘りしてしまうと、ちょっと私もまあ我慢できなくなってしまうので、このあたりで、ね、ちょっと我慢したいなと思っております。そしてまたその目黒蓮さんのオールアップ、もうこれで目黒蓮さんの撮影が終わりですっていうのが、その事前に分かってたのが、その道、駅に向かって歩いてくるときに、弥生さんから電話がかかってきて、その中で伝えられる伝言、それを聞きながら、なんかこう、
こうなんかこう表情が変わって、そして歩み出していくみたいな、それがあそこのシーンが、そこがその最後の目黒蓮さんの今回の海の始まりの撮影される最後のシーンやったというのが情報として分かってたので、それがどこに出てくるかなと思ったら、途中ぐらいのところでまた改めてその海ちゃんを家に残したこの夏くんがまた南雲家の方へ行かれる時にこの弥生ちゃんからかかってきて、それまでに海ちゃんがその弥生ちゃんに夏くんがこんなに分かってくれへんかったというようなことを弥生さんに言うて、弥生さんからこう夏くんに伝えてくれたあの時のうんって言うたあのすごく素敵な本当に分かったってもう大丈夫絶対に大丈夫っていうあの表情が実は今回の海の始まりの目黒蓮さん役者目黒蓮としての最後の撮影シーンやったと思ってみると、その本編の最後は二人でこの海を海岸沿いを、海ちゃん夏くんがこう歩いていかれるシーンで終わっていくんですけども、最後の撮影シーンがあそこのシーンやと思ってもう一度あの表情を、夏くん目黒蓮さんの表情をぜひ見ていただいたら素晴らしいやりきったっていうなんか表情をしておられるので、あの表情とまた先ほど読み上げさせていただきました長文のなんかインスタとメッセージとなんか本当につながってる、そんな気がいたしました。今日はまあ目黒蓮さんのなんか素晴らしいまあ役者、そしてまた最新話のところで今までと全く違うなんかすごく素敵な CM で見ることができるような素敵な笑顔を何箇所かで見せてくださってたので、これはどういうふうに演技分けておられるのかなと思ったんですけども、そのあたりが長文のインスタのメッセージを読ませていただいて、明らかに前半のところがああいうちょっとこのもさっとした暗い表情のはっきりしいひん夏くんを意識的に演じておられて、その夏くんの心境の変化から最終話のところが11話と全く違う夏くんを目黒蓮さんは演じておられたというのがはっきりと分かり、はっきりと確信を持てたので、まあそのあたりを中心に今日はお話しさせていただきました。ぜひあのインスタのメールのあのメッセージを見ていただいて、ぜひ一度声を出して読み上げていただきますと、なんか目黒蓮さん目目のなんか思いみたいなものをよりなんか感じられると思いますので、ぜひ皆さんお試しいただきまして、またそれの上でのなんか感想なんかも、このコメントにいただけたらありがたいなと思っております。一夜明けまして、なんか大きなこのぽっかりと開いた穴、予測していた通りにしっかりと海の始まりロスになってしまったんですけども、まあ、こうして海の始まりについてまた語らせていただきますと、自分の中でまたちょっとそれを埋めていけるかなと思いますので、私自身のロスの気持ちを慰めるためにもまだもう少し海の始まりのお話、毎日ではないですけどもお付き合いいただけたらありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。